映像学部は映像について技術と知識の両面から学ぶことができるので映像学部を選びました。在学生同士のつながりとかだけじゃなくて卒業生の方 OB、OG の方とのつながりも強いのが魅力の一つだと思っていて、で私も就活の時とかは OB とか OG の方々のお話とか聞いたりしていろいろお世話になったりしました。大学では結構外部の方々に向けたプレゼンとかをさせていただく機会がありまして、で結構 CG のプロの方々とかから批評いただく機会があったんですけど、その中で結構一生懸命作った CG だからそれをよく見せたいと思っていっぱい尺を取ってしまって間延びした映像を作ってしまいがちだったんですけど、そういうことを指摘受けたりとかして、やっぱそういう目線ってプロの方のならではの目線なのかなとかって思ってたりしました。私は大学に入るまで CG は触ったことがなかったんですけど、大学の中で1回生の時とかにカメラですとか照明機材ですとかいろんな機材を触ったりとかして、でいろんな分野のことを学ぶことができたので、そういう経験を CG に生かすことができました。いろんなことを学ぶ環境があるというのは立命館大学のいいところの一つかなと思いました。卒業後はウェブ動画を中心に映像コンテンツを制作している会社に入社します。大学で学んだこととかを生かして社会に役立てていけたらいいなと思っています。 CG をやってみたいけど経験がないからどうかなと思ってる人もいっぱいいると思うんですけど、初心者の方でも一から学ぶことができる環境がありますので、ぜひやりたいなと思ってる人は立命館大学に来て学んでいただけたらいいなと思います。頑張ってください。